前回のあらすじ。映画監督から勝負を挑まれたデイブたちは、夫の協力により上質な米を手に入れることに成功する。その後、巨人族の村の依頼ミッションが完了したことを天神に報告すると、この異変は村の中央にある木の地下で何かが起こっていることが原因だということが明かされる。そこでデイブたちはそこへ行くための鍵を幽閉倉庫という場所に取りに行くこととなった。てなわけで皆さんどうも、雪だるまを粉砕して回っている霊夢です。いや、どちくしょうじゃねえか。いや、大寒波ですね、今年は。うぷ主のとこも久しぶりに雪が降ったらしいぜ。雪が降るのは楽しいし嬉しいんだけど、雪やんだ後の路面凍結が怖くてね。あー、確かにそれですっ転んで頭打ちでもしたら大変だもんな。そこで車にはタイヤチェーンなるものをつけますけど、それなら足にも鎖つければいいのでは。脱獄臭と間違われるわ。ってことで前回からの続きなんだけど、本編は翌日にならないと進行しないから別のことやってるんだよね。珍しく浅瀬にいるみたいだが、別のことって一体何なんだ？実は今夜店で提供する料理がクラゲオンリーになるイベントが起きるみたいで、そのために浅瀬にしかいないクラゲを取りに来たってわけ。はい、そんなサブイベントも起きるのか。まあ特別な報酬もないみたいだし本腰入れてはないけどね。あれ？なんか始まったぞ。てなんかでっかいクジラ来てない？これは海洋恐怖症の人きついやつか？ん？何か言いたそうだけど。鳴き声を録音してエリーに聞いてみよう。あいつまた登場すんの？正直顔も見たくないんだが。あ、ここは普通に帰っちゃうんだ。まあ今はとりあえずクラゲを集めるか。それじゃあメニューも設定したことだし早速行っちゃいますか。クラゲパーティー。こうやって店回してるとこ動画に映すの久しぶりなんじゃないか。まあ特殊イベントの時くらいはちょっとでも映しておきたいよね。まあ倍速にするんですけど。うん、わかってた。いや、めちゃくちゃギリギリ耐え抜いた。ちょうど全品売り切れてんじゃねえか。てなわけで報酬をいただいたわけだけど。いや、前日稼ぎすぎだろ。もはや今日の売り上げが少なく感じてしまうレベルの売り上げ。ってことで以上、特別報酬なしのイベントでした。稼がせてもらっただけでも感謝しろ。あれ？なんか始まった？営業が終わった途端になんかイベントが発生したみたいだな。うわっと、これはもしやダフの部屋？パッと見ただけでダフの部屋だってわかるの面白いな。いやー、アイマスクのくせよ。逆になんでこんなグッズ出したの、このアニメの公式。あ、この子ダフが推してたキャラじゃない？これはダフの夢の中ってことなのか？いや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 、ちょっと待って、何一つ理解できてないんだけど。見た感じ音ゲーをやらされるっぽいけど、なんで急に音ゲーが始まるのかがよくわからないな。まあ何はともあれやってみようか。いや、その動きやめろ。さて始まりましたね、ダフの音ゲー。まあ基本は普通の音ゲーと同じっぽいな。うつ主音ゲーめっちゃ下手だからプレイングはあんまり期待しないでほしいですね。ていうかそれにしても奥の映像すげえな。いや、これは割と冗談抜きでガチじゃない？今調べてみたら本当にストラステラってゲームがあるらしいぜ。あ、実在するゲームなんだストラステラって。ストラステラ自体は数年前に作詞したらしいんだが、デイブ・ザ・ダイバーと制作会社が同じだからコラボしたってことっぽいな。道理で凝ってるなと思ったよ。てなわけで終わりましたね。さあ気になる点数は？おお、1回目だから凄さがわからないけどエクセレントって出たー。唐突すぎるコラボ展開だったな。そして結局夢落ちと。いや、今の現実だったら怖すぎるけどな。まあ最後の最後まで謎すぎるイベントでしたけども。今のミニゲーム一回終わったら二度と遊べないってのが惜しいぜ。それじゃあ気持ち切り替えて本編に行こうか。おっと、ここのタイミングでチャプター4。閉ざされた倉庫ってのは幽閉倉庫のことかな。天神の依頼は確かなんとかっていう倉庫から氷河通路の鍵を取ってくることだよね。巨人族の村長の家にもう一度行ってみよう。
わざわざその倉庫がチャプタータイトルになってるってことは絶対何か起きるよな。トマはすぐにでも村に行きたいところだけど、ちょっとその前にエリーに電話しようか。クラゲパーティーとダフの音ゲーのせいで忘れるところだったぜ。いやあんまりあの人とは話したくないんですけども、果たして今回はどんな罵倒を繰り出してくるのだろうか。あら、急にどうしたんですか？ブルーホールにザトウクジラが現れたんだけど、何か話したがっているみたいなんだ。とりあえず鳴き声を録音してきたよ。聞いてみてくれる？いやさすがのエリーでもクジラ語はわかんないでしょ。ドリーじゃないんだから。もしかしてエリーとドリーかけてる？うん、これは子供を探しているようですね。いやなんでわかるんだよ。これもうクジラに育てられた人間なんじゃないのエリー。子供を？多分近くのどこかではぐれたのだと思います。おじさんが助けてあげたらどうですか？あたりを泳いでみてコクジラの鳴き声が聞こえたら私に教えてください。ふむ、そういうことなら放っておけないな。わかった。近くを見てみるよ。本当にデイブはお人よしだな。エリーのことだからもしかしたら嘘言ってるかもしれないぞ。まあとにかくもっかい海に潜ってコクジラを探しますかね。ってことで果てしなき海の世界に号したんですけども、潜ったはいいが手がかりは何もないんだよな。とりあえず手当たり次第に探索してみようかな。おっ、始まった。で、こいついるカップルの一匹じゃねえか。え、これもしかしてコクジラのイベントとは別のイベント？今度は彼氏の方が面倒ごとに巻き込まれたんじゃないだろうな。確かこいつら今まで2回も海賊にさらわれそうになってたよね。あ、ピンクのイルカ。久しぶりだな。また一人で出回っちゃって。捕まったらどうするんだよ。もしかしてみんな興味を持てば、むやみに捕獲はできないのでは？興味を持てばって、具体的にどうするの？とりあえず写真を撮って週刊フィッシュに持っていこうか。ああなるほど、世間的にこのイルカが話題になれば海賊も手を出しづらくなるってことか。それじゃあ最高の1枚撮っちゃいますかねー。ちょっとしょぼいけど条件は満たしてるみたいだから OK。 本当にこれで海賊が手を引けばいいんだが。そうなれば私たちが手を煩わせることもなくなるからね。これが魚人族に利己的と言われるゆえん。で、いや今クジラの鳴き声聞こえなかった？ひょっとしてこの音は？あ、そうよ、コザトウクジラの鳴き声。周りを見てきて、近くにコクジラがいるはずです。エリーの言う通りにするのは尺だけど、ここはちゃんと探しに行きましょう。エリー嫌いすぎるだろお前。あ、あの石積みの裏から鳴き声が。ふむ、あの石をどかさないと入れそうにないな。ってことで引っこ抜きましたと。これはプラスクイがあったのにどうやって入ったんだコクジラ。ふ、道が開いたな。それじゃ、中に入ってみよう。さあ中に入ってきたわけだけど、この奥の方にコクジラがいるのか？いや結構小さいねコクジラ。これが成長すると16メートルにもなるのか。あ、奥にコクジラがいる。ふむ、怯えているみたいだね。そっと近づいて、あやしてみようかな。え、あやすってどうやってやるんだ？あ、なんかコクジラの上にハートマークが出てる。とりあえず押してみようぜ。あーなるほど、マウスで手を操作して撫でてあげればいいのか。これは結構イレギュラーな要素だな。いや超高速で撫でるな。よっしゃ、なんとかあやすことに成功。よし、少し警戒を解いたみたいだ。明るいところまで行けば母クジラが来るのかな。気をつけながら上に連れて行こう。うわこれ絶対護衛中に襲われるやつじゃん。それでコクジラの体力がなくなったらゲームオーバー的なやつだろうな。とりあえず進んでみようか。あ、行く手に凶暴なカマスたちが。あいつらを倒さないと、コクジラが追ってこれないよね。うわやっぱ戦闘になるじゃねえか。まあそんなノープ主は優雅ごとくでやり慣れてるし、私たちの激戦の様子をご覧いただこう。倍速で、時間短縮に努力しすぎ。とまあ余裕でクリアしたんですけども、これで母クジラが迎えに来てくれるはずだよな。で、それは多くないですか？まさか最後に眠り深4体相手にしなきゃいけないのか？さすがにそれはきついよ。あ、サメの群れが？どうしよう？ん？うおー、母クジラナイスー。あ、あの眠り深があんな吹っ飛び方するとは。ザトウクジラ恐ろしや。何はともあれこれで万事解決だな。ちなみに報酬はおいくらで？事前の心を知れ。すごい巨大だな。子供に対する母の愛情はどの動物でも一緒なんだね。後で母ちゃんにメールでも送ろうかな。てか何気に明かされてなかったよねデイブの過去。まあ本人の振る舞い的にそこまで重要なものじゃないと思うが。お、陸に戻ったらエリーから電話が来たね。ふむ、そうなんですね。無事に母親の元に送り届けたならよかったです。
すごく怖がりな子だったから、連れ帰るのに苦労したよ。おじさんに懐いてなかっただけじゃないですか？出たー。今回のエリーのゴミクソ問題発言はこちら。おじさんに懐いてなかっただけじゃないですか？そこまで騒ぎ立てることか？とにかく、狩りばかりしてないで困ってるお魚たちを助けてあげてくださいね。あれ？また戻ってきたよ、コクジラ？あ、もしかして今なんか渡してくれたのか？カエルクジラを見届ける二人が可愛い。おお、母クジラの方も来てくれたのか。な、何が始まるんだ？おお、綺麗な虹だぜ。これを見せるためにわざわざ来てくれたのか。え、ポセイドン？何これ？あ、これ多分船の外観を変えられるやつだぜ。なんでザトウクジラがこんなもの持ってるのかは理解できないけど、それじゃあ今回はこれくらいにしておきますかね。なんか今回はいろいろなことをやったな。クラゲパーティーにダフの音ゲーにコクジラ救出に。まあさすがに次回は本編を進めようかな。幽閉倉庫で何が起こるのか、楽しみすぎて夜しか眠れないぜ。いやー、それにしても。あの唐突な音ゲーなんだったの？ベーコン博士の後の研究議題。